はい、皆さんごきげんよう。今日はミートソース作ってきます。ご家庭の定番ですよね。お子様も大好きだし、お父さんお母さんも大好きだと思います。ちょっとしたアレンジで劇的に美味しいミートパスタを作っていくっていうやつをやっていきますんで、最後までご視聴ください。では早速作っていきますよ。エキストラオリーブオイルとガーリックオリーブオイルですね。で、ここから火にかけていきます。弱火でやっていきます。で、ニンニク、はい、生の状態から丸々いきますよ。で、あとここで生ソーセージ、生のソーセージです。火が入ってないやつ、もうトングでねグズグズ砕いてあげる。細かくするとそれがもうミートの状態になりますし、大ぶりにね形を残してあげると、大きい肉団子のような感じになっていきます。ゴロッとしたこう肉感のある塊がね口の中入ってくると、ずっとこう食感がね新しくて美味しいって感じるわけですよね。はい、あと香味野菜です。玉ねぎを今日入れていきますね。はい、ニンニクがちょっと火が通ってきたらね、こうやってフォークだよ。誰がどう見てもフォークだよ。このフォークのお尻の部分で潰していきます。包丁で切らない方がね香りが出やすいんですよ。で、もしニンニクの芯が出てくるようだったら取り除いてあげてください。はい、でここで、まあ、大体、まあ、いつも使ってるね市販のミートソースっていうのを使っていきましょうね。うちはね、まあ、ミートソース市販のやつは使うことがないので、うちで使ってるミートソースを入れるんですけど、まあ、大体ねこれ缶詰のやつを入れたっていうイメージでね見てくださいね。で、ケチャップ足します。トマトソース足します。白ワイン足します。赤ワインなんか入っても大丈夫ですよ。この焦げついたところはね、旨味が凝縮したソースになるので、お鍋に残さないように。はい、ここでブロードです。お野菜から取ったお出汁になりますよ。で、今日は、まあ、ちょっと変わった感じでね、いぶりがっこ、秋田県名物いぶりがっこ、大根のね、漬物を燻製にしたものですよね。で、冷蔵庫にある肉の塊は豚肉、牛肉、鶏肉、何を入れてもいいです。大体合いびきミンチってあるじゃないですか。豚と牛とね混ぜてますよね。だってあれに違和感感じたことってないでしょ。そこにね豚だの牛だの鶏だのっていろいろ混ざっても全然違和感ってないわけですよ。いろんな食感があった方が絶対美味しいんでね、いろいろ入れてあげてください。はい、ミキトさんありがとうございます。ナイスタイミングです。ぶち込んでいきます。はい、ぶち込んでいく乱暴な言葉ぶち込んでいきます。今日はね生麺使ってますよ。では盛り付けていきます。ね、ゴロッとした感じがいいですよね。今日は緑はパセリを使っていきます。胡椒、粉チーズ。はい、今日はなんとここで終わりじゃないんですよ。秘密兵器用意しております。じゃじゃーん、お手軽燻製器、ミートソースをね燻製しちゃうんですよ。ほい、こういう感じです。はい、完成。楽しみにしておいてください。はい、できました。この見るからに高級感ですね。そう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 。はい、いただきます。いただきます。うおー、ソースにねまた燻製の香りまとってて、もうすごく香ばしくて美味しそうですよね。うんまっ、うんまっ、ちゃんとスモークがねいい仕事してくれてますよね。これハイボールとかでみたいですね。あー、合いますね。スコッチのねスモーキーな感じのやつだよね。生ウインナー、
崩したね肉団子がすごくいい味がしてますよね、はい、いいですね。均一じゃない感じが、うん、お肉がゴロゴロとちっちゃかったりゴロゴロしてるのがやっぱいいですね、うん。食べました。いや美味しかったです今回のパスタも。いや美味しかったですね、なんかもう全然違うパスタ、ミートパスタ今まで食べてきた中で、あのまたジャンルが違うミートパスタみたいな、うんうんうん、イタリアの国内で言ってもあの地方によってそのミートパスタの概念も違ってきますし、うん、もうこのラグーソースとかね、そういった違う名前になってるものもあるわけですよ。今日はね、まあ、テーマは買ってきたミートパスタをまあより香味をあの揚げて、で食感の肉感をあの加えてあげて美味しくっていうのはね、はい、まあ化けるでしょ、うん、全然違いますね。試してみてください、はいはい、では次回の動画でまた会いましょう。はい、はい、ごきげんよう。バイバーイ。